か、私が何のために。うるせえ、生きてくださいだ。梅雨の先輩は普通の人間になってくださいだ。誰がそんなこと望んだ、誰が言ったのなんだよ。静かな夜道を通り抜ける。最高に早かいです。不愉快なのは僕の方だ。とにかくそんなの認めない。栗山さんの犠牲の上に成り立つ人生なんて未来だって。この目を奪い手にしたくなる、触れてみたくなる。すみません、存在できないはずです。本当の私はもうとっくにいませんから。私、先輩に出会えて本当に良かったです。リオゼ、本当に先輩のこと。場所から見るのが一番いい。そっとそっと掴めない、自分だけが思っている。感じると泣きたくなる。同じ気持ちにはなれない。栗山さん、嘘だろ、待てよ。栗山さん、栗山さん、望むほど苦しくなる。それでも嫌いになれない。自分